はい、半幕の本家の半間岩先生です。今回はね、農業の水耕栽培のね、ちっちゃなね、浄化装置ですね、水耕栽培の、お手本をちょっとね、を今製作中なんで、お見せいたします。で、大変ね、簡単なもんなんですけども、まあちっちゃいね、ちょっとちょっとしかできないですね。これはちっちゃなちょっとお遊び程度しかできないんですけれども、ここにね、ここに4層ね、ここにちょっと穴開けるんですけど、これからね、穴開けるんですけど、こちらにね、こういうね、水耕栽培で、で、普通ね、1層、2層しかやってないんですね。私の場合ね、5層なんですね。老化装置が1、2、3、4、5なんですね。この中もあるんですけど、ね。で、上にね、このポンプからね、吸い上げて、ここにね、この下にね、ここにね、この中にですね、ちょっと難しいな。この中にこう入れちゃうんですけど、で、噴水のように、シャワーのようにこう、この中にね、を通して、根っこにね、かけるようにして、で、こっからね、こっちに流しちゃうんですね。あ、こっちに流しちゃうんですね。つける場所が向きが違うんだ。こっちですね。こういう形になるんですね。こういう向きになるんですね。こういう向きになるんですけど。で、ここでね、こう、穴開けて噴射するんです。根っこにね。それでここから流すと。それで、ここで浄化して、浄化して、浄化して、最後にこの浄化されて、上にね、また、ポンプで上げるわけですね。これね。上げちって、ここから流すわけです。で、こっからね、逆だ。こうね。こうですね。こうだ。で、こっからね、出して、こっから流すんですね。で、ここはね、肥料を入れる、穴なんですね。で、このようにね、5層にします。これ、浄化装置を。これ普通ハイポニカって通常ね、市販されてるのは1個だけでしょ。ここ溝になってるだけなんですよ。で、ちょっとおもちゃですよ、これ。ちっちゃなものしかできませんよ。これはね。容器がちっちゃいですからね。でね、今日コメディさんで見たら、100リットルのね、容器売ってたんで、見たらね、2000円だけで買えるんですよ。コンテナの、ボックスですね。じゃなくて、なんていうのかな。釣り道具とか入れられる、でっかいやつ。ね。普通、僕、1万ぐらいで買ったようなね、クーラーボックスみたいなやつ。ね。あれがね、100リットルでクーラーボックスみたいな、に頑丈なやつですね。そういうので、容器入れて、ね。で、クーラーボックスじゃないけども、100リットルぐらいのやつ、容器で、やると、でっかいね、トマトなんかできますよね。で、こういうふうに層をね、5個作ってんですね。で、1層はダメですね。絶対ね。絶対ダメですね。で、で、こうポンプって吊り上げて、こっから噴射するの、根っこにね。それで、こっからジャーっとまた流して、で、こう、角に、ね、穴開けるんですけどね。これだけでね、水耕栽培って、完璧にできるんですよ。で、こうですね。これは、1000円で売ってるやつ買ったわけですね。アマゾンさんから買ったんですけどね。ここでね。で、ここにちょっと穴開けてたから、噴射したからシャワーでね、根っこにね、流せるようにするわけですよ。で、空気をね、たくさん与えないといけないんですよね。空気をね。で、これはちょっとおもちゃですけど、ちっちゃいからね。ほんのちょびっとのちっちゃなものしかできませんけど、これはね。本当は1個だけで育てるぐらいですね。1個のね。こんないらないんだけど、1個だけですね。
苗はね。今仮に買ってみて、実験してるだけで、実際の容器は100リットルで使えますね。で、100リットルの容器。だから、ちょっと50リットルのサイズもあったんで、それをまず2つ使ってね。この50リットルをこっちにして、ね。これはもう本当に、ね、1リットルもないぐらい、1リットルぐらいですから、ね、これはだから、50リットル、50リットルのね、まあ箱で。で、こうに、ね、区分けしてね。で、上に乗せると、2段にしてね。また、4段にするんですね。1段、50リットル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 だから、ね。でやるかね。で、そんなようなことして、分分けして、ね。この浄化装置を作らないといけないですね。この、分けてね。そうじゃないと、長く、水を全部入れ替えなんかも必要なくなりますしね。この浄化装置でね。だから、非常に、内臓器官みたいなもんなんですよ。非常にやっぱデリケートなんですね。根っこっていうのはね。根っこまで、だから直接肥料を与えないということが大事なんですね。だから、こうに、何段も浄化して、ね。植物のね、根っこに栄養を送るのに、非常に清潔に、ね、いい、栄養を与えるということですね。まだ作ってるんで、時間がないんで、僕、投資の仕事やってたりしてるんで、時間がないんでね。なかなか、昨日ちょっと買ってきたんだけど、簡単ですね。この、これね、これと、この、区分けするときにね。これはね、シリコン剤でね、接着したんで簡単だったですね。シリコンでね。で、完全防水でね。ね。まあ、そんなことですね。ちょっと、これは遊び程度です。